キャラメルカラメルソースカラメルソースをかけたプリンキャラメルカラメルは砂糖や牛乳を煮詰めて作るキャンディ菓子や生花材料他にオリーブオイルなど油製品も含まれている本来同じ言葉だが現代日本語では以下のように使い分けることが多いキャラメル砂糖生クリームバター水飴などを加熱溶油の後に冷やし固めて作るソフトキャンディ カラメル、水と砂糖を加熱して、キャラメル化した、液状物質。ポルトガル語のカルメル、K、マルーに由来する。日本では、過去に、軍量性とも記された。カラメルは、水と砂糖を加熱で、キャラメル化したものである。濃い褐色を呈し独特の甘く香ばしい香り、甘みと弱い苦みを有する。洋菓子やコーラなど、飲料の風味付け。 カラメル色素として食品の着色料などに使われる。カラメルソースは加熱したカラメルを少量のお湯または水で適度な濃度に調節する。カルメ焼きはカラメルをさらに加熱して水分を蒸発させ重曹で発泡した状態で冷却固化した菓子である。カラメルは砂糖を100度以上まで緩やかに加熱して製造する。 砂糖から生成される、揮発成分により特有の色と香りを呈する。カラメルの推定構造キャラメル化は、糖類が引き起こす酸化反応などで生じる現象で、生成機構は、未だ完全に解明されていない。グルコース、諸糖などを加熱して生じるフラン化合物が、重合反応により、フランポリマー構造を呈するとする仮説が提唱されている。 カラメル化と同様に加熱で褐色色素が生じる。メーラード反応はアミノ酸と還元等の両者を必要とし、キャラメル化とは異なる反応である。カラメルはメーラード反応のメラノイジーンほどではないが、抗酸化作用を有し、一般に色が濃いほど抗酸化作用が強く、窒素含有量の多いものほど抗酸化作用が強くなる。 キャラメルは130度前後の加熱で製造し、粘度が非常に高い。生キャラメルは100度前後の加熱で製造し、粘度は一般キャラメルよりも比較的低い。キャラメルの原型となる菓子はアラブ人がクレタ島において考案したと言われている。彼らがアジアで入手した砂糖キビを領地で栽培し、そこから得られたシロップや氷砂糖を生成し、 製造した砂糖菓子がその原型である。これらは11世紀に十字軍によってヨーロッパに持ち帰られ、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディッシスによってフランスにもたらされる。フランスで発展した砂糖菓子からアンビルルーは故郷ブルターニュ産の塩を用い塩バターキャラメルを作った。ブルターニュやノルマンディは乳製品も豊富な土地柄であり、これを活かすことで、 現代のキャラメルは誕生することになった。地域の特産品を用いた地域商品や生クリームを多量に用いる生キャラメルなどがある。などなどなど、ありがとうございます。